マイク、その他もろもろ。はい、問題なければ、挨拶から、はい。どうも、こんにちは。底辺の王と書いて、帝王という新帝王です。まあ、今日ちょっと、早朝眠かったんで、寝落ちしたお詫びということで、私が、アムワン、挨拶し。はい。あれ昼だぞ。はい、トモさん、いらっしゃいませ。まあ、十分寝たんで、まあ、昨日の早朝できなかった分を、今、この時間でやろうと思います。はい、ファイナルファンタジー8の、レベル100縛りのレベル上げ配信ですね。はい、よろしくお願いします。いや、本当にもう、ね、最近っていうか、いや、ドラケですね。ドラケがマジで、すごい睡魔が襲ってきて、ほんと怖いっすよ。嫌っていうじゃなくて、怖いですよ、ね。そういや、早朝やってなかったね。はい。だからか。そうですね。もう、完全に爆睡してましたから、はい。で、今、寝て起きて飯食って、まあ、それなんで、その埋め合わせっていうことで一応、ちょっとやろうと思います、はい。いや、本当に、ちょっとね、あれは、ドラクエマジで本当ちょっとなんか、真面目か。真面目ですよ、もう。いや、本当マジで、異常かってぐらいに、本当に、ドラクエ睡魔が襲ってくるんですよね、本当に。まだこっちの方が、ね、同じ作業枠なんですけど、全然違うんですよ、本当に。だからまあここだけの話もうぶっちゃけちゃうと、今日からドラクエ5ちょっと1時間に減らしました。はい、申し訳ありません、ごめんなさい。もうちょっとあれはもうちょっと今2時間ちょっと本当にもう できなくなっちゃったっていうかね、本当申し訳ないと10、100も承知なんですが、何だってのも全然わかんないんですが、本当にあれ、楽しい、本当にすごい楽しいが、BGM なんですかね、もう何度もね、聞き飽きた曲だから、それが、リリースをね、ついに襲う。さすがにね、あのゲームだけはもうプレイ時間ぐんといってますからね、他のゲームの10倍以上はやってますからね。まあね、皆さんはね、そういう何百時間とかね、そういう単位でやったゲームやられた経験あるかは分かりませんけど、やっぱそれぐらいやっちゃうとなんか来るものがあるんですかね、本当に。セルフィーの召喚人でひたすら倒しまくるってだけになっちゃうと思うんですけど、何を覚えさせましょうかね。
かし昼だと人来ないね、わら。まあそりゃね、普段もうね昼やんないって言ってるのに、こんな突発でいきなりあれしても誰も来ないでしょ。ましてただのね作業枠ですからね、そんな見たい人だっていないでしょ、しょうがない。まああくまでもうね最終ね一番の目的はまあ配信っていうか、まあチートしてませんよっていう証明のための配信ですから、しょうがない。1時間でいいんじゃね？え？1時間ですか？でもね、あんまり1時間じゃそんなにレベル上がんないですかね。前回階段感じたデート、まあ、やってからあんまり間が空くのよろしくないですからね。またね、この2人がデビューライブに出てきたい感じ。この2人を仲間にしてもまだっていうかレベル100になるとまだね、あと最低アーバインとねルームが残ってますからね。ね、ただ問題はあら、昼間とか珍しい。はい、六個目さんいらっしゃい。まあそうですね、僕のちょっと睡眠時間のサイクルの都合でちょっと今この時間やってます。はい、ストーリー的にどうなんでしたって、そのね、多分このね試験終わってどっちでしたか、ズノが先でしたけど、多分ビルノアとねアーバインはちょっと時期がずれるんですよね、確かに。あんまり動いてないですけど、ただビルノアが先だったと思いますよ。最低あと2回はレベル上げが残ってるってことになりますか、ね、あんまりのんびりしてる猶予もないんですよね、こんにちは、まことの帝王と書いてなんちゃらかんちゃら。はい、七本さんいらっしゃい。はい、天天の王と書いて帝王と呼んでおります。 FA8 のレベルで今やってますね。はい、こんなんとかも、
でもまあなんとなくこっちの二人の時の方がデブラリ早いような気がしないでもないんですが、まあ、多分こっちの方がこのね3体演歌の確率がわりかし高いでしょうから稼ぎやすいっていうのはあるでしょうね。ちょっとはまあ単体で考えたらもうちょっと経験もらえそうなやつ、ちょっとそっちは倒すのがいろいろ面倒そうですから3体あっさり瞬殺させた方が早いでしょうし、暇だから馬の名前考えようか。いいですよ、どうせダビスター1時間しかやんないか。でもどうしようなドラクエ1短くしたからダビスターもうちょっと伸ばしてもいいかもですね。暇だからっていうならな、まあ別に僕の配信じゃなくても、なんか他にやってないんですか、面白い配信。馬の名前、メロンイエロー。ねえ、何ですか、いきなり。何でしたっけな、その名前って。あんまり、ちょっとごめんなさい、詳しくないんで。昔あったジュースだよ。え？ありました昔。いやごめんなさい、普通にわかんないです、でも聞いたことあるようなないようなですけど、あんまりピンと思い浮かびませんね。昔ジュースね、ファンタとかそりゃまあ、まあ今もありますけどね。ジュースって言ったらバイアリスとかメロイロ、あったかな、なんか聞いたことあるようなんですけど、ごめんなさい、あんまりパッとは思い浮かべない。ファンタグレープでもいいね。ファンタグレープ、まあそれでもいいですけど、まあ、一時期僕も結構それ飲んでましたからね、狂ったようにバカみたいに。
こんにちは。クソバイト辞めてニートになりました。はい、あ、マスターさん、どうも、お久しぶりですかね、結構。うん、ニートになっちゃいましたが、まあ、うん、ね、ちょっと今日、ちょっとまあ、急遽、ちょっと忘れてもないですけど、ちょっと昼の時間で配信やってますね。もうね、ドラクエじゃないんですけど。まあ、よかったらご覧になってください。ただ、レベラーで作業ですけど。バイト辞めちゃったんですか。ね、僕がどうこう言える立場じゃないですけど。ね、無理して続けるよりはね、辞めた方が正解ってね、こともあるでしょうから。まあ、それはそれでいいと思いますよ。ニートのことならベテランの帝王に聞くという。ね、まあね、別に無理してね、生計が立てられるならね、ずっと働いてなきゃいけないってこともないですかね。たまにはリフレッシュって意味でも、まあちょっとね、休んでもいいと思うんですよ。まあ僕みたいにね、人生を諦めるからね、残りの時間も働かなくたっていいかもですし。もう35過ぎてるんで多分次の仕事が見つかることはないと思いますが。あら、ねえ、僕もまあね、その35にかなり近い年齢っていうか、いや、もっと上なんですけど、ねえ、アルバイトでももうその年齢超えるとね、多分採用は厳しくなっちゃいますからね。ね、悲しいですよね。景気がいいとはね、なんだろう、世間でね、なんか、求人の倍率、ね、求人の有効倍率がね、過去最高だとか。ハローワーク行けば意外に職あるよ。ないですよ。あんなもん、空求人ですか。無理です。言っても無駄。そういうこと、無駄にね、面接やらなんかで、履歴書やら、ね、面接のための交通費、金出すだけ、バカですから。本当にね、仕事の内容選ばないっていうならね、多分土方とかなんでも、ね、まだ拾ってくれるところあるでしょうけどね、僕みたいなタイプ。いや、私そのハロワで職見つけたのだが。いや、それはそのチョモさんね、いろいろね、学歴とかね、今までの職務経歴とかね、そういうのがあればね、ハロワだってね、そういう人は取ってくれるでしょう。中古みたいなね、資格も何もない、職歴もない、まあね、旅方とか、ね、そういう本当に何も、ね、何でもいいっていうならあるでしょうけど、ハロワは底辺仕事しかないから選ばなければいくらでもある。でもね、体力ないから僕じゃ無理ですよね。そんなもん僕では1日でもうノックダウンで KO でね、病院運ばれて五輪中ですってなっちゃいますか。ね、まあね、肉体的にもきついのにね、どかたマジで精神的にもきついですからね。気楽なの早めてから1ヶ月ぐらいで、それからは地獄でしょうね、多分。18、わかる。もう積んでるからどうしようもないから諦めてますけど、
っぱりこっちは全然きつくないんですよね。まあ、まあ、私の場合体調不良で休んでたから1年は気楽だったけど、その後の半年は地獄だった。いや、そうですか。いや、まあ僕はもう特にそういうね、地獄とかって段階でもう通り過ぎちゃったんですよ。仕事はあるところまで行くにしても片道ね2時間とかかかりますからね。バイトで片道2時間ってね、奥4時間ですからね、バカらしいですよね。気づいたらやってるソシャゲが増えて時間がなくなってたそうですか。でもソシャゲも言って金かかるでしょ。多分帝王さんと俺住んでるとこ近いと思う、ね、そうですか、本当に神奈川ですか。まだ知らない。ちょっと敵も強くなりかけてますね。予想攻撃。はい。だ、誰ですか。どこですか、構図って。まずそんなこと言ったら構図じゃないってことがバレてしまう。帝王。いやー、僕はさあどうでしょうね、どうでしょうね、構図ですかね、うん、かもしれませんね、うん、でも違うかもしれないし、まあ意外とね、小田原すね何のことですか、やめてください。何が小田原すねってその断念しないでください、やめてください。昔南足柄に住んでた。本当ですか。ああね、前行ってましたもんね。いや、構図が小田原ってこと。構図が小田原、そうなんですか。でまずそんなこと言ったら、いや、まあまあね、そういうフェイントかもしれないです。ゲームを捧げるかマイク上げるかしてくれない。マジですか、これでも大きいですか。いや確かに大きいっちゃ大きいってな。これでもダメですか。いやもう マイクはもう限界まで上げちゃってるんで申し訳ない。 これでちょっとゲーム下げました。それでも厳しいですか。いや申し訳ない。もしくは幼女出してくれない無理です。幼女いません。何がもしくはですか。今、レベル32。まだ30分でこんだけですか。やっぱ結構上がるペースは早いですよね。最初の、ね、スコールとティスティスの時よりは。
帝王ってエッチな動画検索するときなんて検索してる？僕ですか。やっぱね、その女優さんの名前とか、うん、ですかね。あとはね、なんかね、気が乗ったらジャンルとかで、あれですけど、エロ動画幼女でしょ？違います。いや、幼女ってマジでアウトでしょ。今でね、そのね、児童子供法だかでもうね、なんかね、見たっていうかね、多分単純所持でもアウトでしょね。誰かこの間ね、漫画家でね、なんか犬の子がね、そういう自動ポールの動画だからね、持ってたから逮捕された人いたでしょうね。いや、それ以前僕そんなね、自動ポールのっていうか幼女とか全く興味ありませんから。そもそも前提が間違ってますから、あとね、誤解されないように。どうせ出てる女性は成人だから大丈夫笑。そうなんですか。まあでもね、まあ、いや、さすがに幼女と成人はさすがにあれでしょ。幼女はさすがに、でもね、一点とこもあるんでしょうね、そういうの。やっぱり怖いですよね。
ワコハゲ。はい、すすさんどうもいらっしゃいます。はい。ちょっとスケジュールがいろいろ変わりましたけど、今日はとりあえずこの時間で FA8 レベル上げやってます。はい。ちょっと本当になんかね、生活のサイクルがいろいろずれちゃって、ちょっとなんか配信のね、ちょっとあれが、スケジュールがちょっと不安定になっちゃうかもしれませんね、ちょっと今後、もしかしたら。ちょっとこの作業枠に関してはってことですけど。まあ、なるべくね、主軸のペルスナとかね、スパロボまでのあれは毎日固定でやりたいですけど、うん、いやー、俺はドラクエとスパロボパああそうですか、うん、まあね、その配信は時間は変えないようにしたいですけど、まあ申し訳ないですけど、ちょっと今日からドラクエはちょっと配信時間が申し訳ない短くなっちゃいます、ごめんなさい。ちょっとやっぱりなんか、うん、ちょっといろいろドラクエは本当ちょっとなんか限界が来てるのかもしれないって感じで、まあやめたくはないんですけど、うん、まあ毎日1時間でもねちょっとなんとか継続して、早くやめろよ。いやめるのは嫌です。やめろよってやめたくないです。やめるのは絶対ありません。どんなことがあってもたとえ1日の配信がね30分に短縮することがさらにあったとしても、やりたいなら裏でやればいいじゃん、なら好きな時できるよ。え、いやだから別にいいじゃないですか。いやだからやるなら別に裏じゃなくたって、別に配信でやったっていいってことでしょ。別にね、リスナーさん配信しなくなったら逮捕されたんだなと思うよ何で逮捕されるんですか。僕そんな逮捕されるようなね、警察のお世話になるようなことやってませんから、そんなことありませんよ。僕が一体どんな権利がかかってるっていうんですか。僕が一体どんな犯罪に加担してるとおっしゃりたいんですか。やめてください、そういうね、誤解を招くようなコメントは。ドラクエ見てるリスナーに許可取ったの？取ってません正式に今日から今日の深夜に改めて伝えますけどまあクレーマー来るでしょうね、ふざけんなとかまあ謝るしかないですよね、もうそうなったら、うん、ね、何言われるか分かりませんが謝罪はよ、謝罪だ。レベル5ですで終わる配信と聞いて。はい、はい。ちょっと待って、パルディさんです。はい、どうもいらっしゃい。あ、そうか、レベル5、あるんでしたっけ ?FF8 ってレベル5ですって。ね、そうですね、レベル100ってことはそういうことですからね。あるんだ。うわぁ、マジ、ボス使うんでしたっけ、ちょっとそれ来たらもう一巻の終わり、ジエンド。ね、まさにジエンドですあ、まさかボスにいませんよね、そんな人。わらわらマジかよ。マジかよって、いや本当僕もびっくりですよね。そうですね、はい、アルチューピザヤロンさん、はい、どうもいらっしゃいませ。レベル5です。いやそうですね、よく考えたらレベル100ってそういうことですかねレベル100っていうか、なんでこのゲームレベル100にしたんですかね。ね、今までのね、過去の FF だってね、マックスレベル99だったのに、なんで FF8 だけレベル100にしたんですかね。やったー、レベル5ですでダメオブエラそういうことですよね、よく考えたら。
レベル5ですって誰か使ってくるんですかね。ねえ、雑魚はもちろん、ボスとかね。やばいんじゃないか、これ。よく考えたら。ねえ、レベル5ですくらったら。ちょっと待って、そっか。いや、それは全然、ねえ、見当違いの方向からの。うっそ。うっそでしょ。どうすんのそれ。どうしようもないですよね。だってレベル5ですって多分全体攻撃ですよね。どうすんの。そしたらまずいんじゃない本当に。ねえ、何も考えず見切り発車でこの配信っていうかレベル100縛りとかね考えたんですけど、まずい、やらかしちゃった。怖いな。まだ今ねそういうやついないですけどね、これから道中でね下手したらザコだってやってくるでしょ。まあザコはまだ逃げれば手ありますけど、まずいんじゃないそれ。即死耐性つければ防げるって書いてあるで。あ、本当ですか。あ、そっか。ね、それはありがたい。即死耐性か。なんでしょう。属性防御みたいなやつですかね。それで、デスとかつければ。ってことかな。そっか。即死耐性ね。なんかありましたね。その即死耐性の多分ジャンクションでねですかなんかでしょうけどね、それが手に入るのが先か、はたまたレベル5ですを使ってくる敵が出てくるのが先か、ちょっとおっかないですね。ジャンクション禁止するとか言ってなかったか。そういえばそうですね、まああくまでそれはね暫定的な処置なんで、まあ本当にクリアできそうに ならなくなったら一応解禁はしますけど、まあそうですね、最初は一応ジャンクション禁止でやろうかなって、まあ一応今レベル上げ中だけは一応解禁してますけど、さすがにレベル上げでねそんなちまちまやってんのバカらしいですから、クソだったジャンクションも禁止するんだった。でもね本当はね僕の当初の想定だとねレベル100まで上げれば雑魚敵以外にもボスまでねレベル100までねレベル対応してんのかなと思ったら違うみたいなんですよね、やっぱり。ボスによってはなんかレベルね、こっちがどれだけ上げてもキャップがあるらしいから、だからレベル100まで上げると逆にね、ボス戦より雑魚戦の方が厳しくなっちゃって状況になるっぽいんですよね。まあ最終的にはね、そのオメガウェポン倒すのが一応最終目標になるでしょうから、オメガウェポンはねレベル100まで対応してるらしいから問題はないんですけど、でも勝てますかねオメガウェポンに。発射するんでね、いろいろ
これからもトラブル発生するかもしれませんが、あらかじめご了承くださいね。今レベル33と6、ちょっとなんか差が出ましたね。まあ理由は分かってんですが、どうしよう、変えようかな。いっか。いや、変えた方がいいかな。
あと何時間かかる？はい、どれぐらいですかね。確かね、最初のスコールとね、あのキスティスの2人の時に、およそ15時間ぐらいかかったんですよね。そう考えると、サイファーは100なし？サイファーもう終わっちゃってます。もうサイファー抜けちゃったんで、もう多分もうね、確か仲間になることはないですから、ね、サイファーちょっとでね、なんかサイファー仲間にいる状態だとなんかこういう雑魚宴かなんか起きなかったような感じがしたんで、まあどうせ本当一時的なスポットですから、めんどくさいんでやめちゃいました。多分サイファーはもうこね、セルフィー仲間になっちゃったらもうクリアまでっていうか、クリア後ももう二度と仲間にならないでしょうし、今20時間ですからね、やっぱりあと10時間ぐらいかかるんじゃないかなって。まあちょっと、まあただ こっちの方が今ペース早いと思うんで。セルフィーのパンチラスクショは、いやいや、それは自分で見て探して撮ってください。ね、なんか目凝らして見てるともしかしたら一瞬チラッと見えるような見えないようなって感じかもですが、まあ言ってね、プレステの画像ですからね、結構荒いから判別しにくいとかあるかもですけど、童貞の綺麗な心なら見れるか。どうでしょうね、童貞って綺麗なんですかね、言って。確かに僕はね、パーフェクト DT ですから、まあ、ある意味心が綺麗なのかもしれません。何しろね、ペース的に30でもまだ、やっぱりあと10時間かかるかもしれませんね。
あ、コミュニティフォローどうもありがとうございます。はい、今ファイナルファンタジーのレベル100縛りのためのレベル上げ作業なのね、本当にただの作業配信なんですけど、よろしかったらご覧になってください。はい、まあそのね、本番のストーリーの方は一応、まあちょっとまだ日程決まってませんけど、うん、またこの2人がレベル100になったら、多分夜の部の、あの夜の8時からの枠で放送すると思いますんで、はい、そちらをお楽しみということで。
ちょっと一回セーブしに戻りますね。はい。ミスター K を性的暴行で逮捕だってもったいねえな。何ですか、ニュースですか、なんかあったんですか、ね、その慶応とかね、親だって学校入るためにいくら出してか知りませんけど、性的暴行でね、もったいない。勝ち組の人生これからだって時なのに。まあでもね、慶応どうなんですね、ミスター慶応、女が悪い。いやいやいや、52個歳でした。いや、さすがに性的暴行で女が悪いや、どう考えたって無理でしょ。さすがに男が悪いですよ。いくらなんでも。ねえ、でももったいない。どうなんでしょうね。でも、学歴的にはどうなんでしょうね。慶応中退でも中退も言えないですよね。そんな逮捕でね、辞めさせられるんじゃ。それだと学歴的にはね、高卒ってことになるんですかね。もったいないこと。あー、この人、あーね、なんかミスター慶応、イケメンだし女には困らんだろうに、なんでこんなことしたんか不思議。どうなんでしょうね、やっぱりね、多分性癖じゃないんですかね、単純にね、その行為がしたいってだけじゃなくて、やっぱりね、そういうね、暴力的にっていうんですか、無理やりするのがね好きとか、そういう人もいるんじゃないですか。ね、飽きたらずね、だんだん行為がねエスカレートして、もったいないことしますね、本当。28から今日始めて1時間ちょっとで40か。でもやっぱり女のせいで人生潰されたな。いや、それは女のせい、まあそう言えなくもないですけど、やっぱね、本人の自己責任でしょ。それで女が悪いっていうのはね、ちょっと筋が通りませんよ、さすがに。いくらなんでも、もしかしたらね、54個目さんも何かね、そういう女性で痛い目にあったのかもしれませんが、さすがにそれでね、女が悪いってな、間違ってると思いますよ。いろいろとなんか気な臭い話もなんかあるっぽいですね。まあ僕には関係ないからどうでもいいんですけど、
はい、どうも、岩田さん。はい、いらっしゃいませ。はい。FF8 のレベラーで今やってます。はい、よろしければご視聴ください。うん、まあ、見て楽しいかどうかわかりませんが。うん、たまに走る間にやれよなだからたまにってことで今やってるじゃないですか。今がそのたまにですよ、うん、いや昼やってって言われてもね、僕の生活サイクルもありますからね、言って、うん、やりたくないってわけじゃないですけど、ね、確かにやっぱりね、昼から夜にかけてって方が良さげな気もするんですが、ただそれだとね、ちょっとね、週末の買い物の時間とどうしてもね、ちょっとずれというか、買い物行かなきゃいい、ね、行かなくていいならね、問題ないんですけど、ね、昼間もやりたいですよね、やれたら。夜勢は優しいか？夜勢は、そうですね、まあ、どうでしょうね、なんとも言えません。昼も夜もそこまで、差はないというか、なんでしょうね。何があってね、本当わかんないですよね。たまにね、急に配信荒れるっていうか、ね、変な人が来る時もあるし、ね、夜だからって毎日ってわけでもないし、何があってのかさっぱりですね。それは帝王のせい。僕のせいなんですか。そう言われたら反応しようがなくなっちゃいますけど、いやだ、でもね、僕のせいだったらね、毎回毎回そういうね、荒れる配信になるっていうのは分かりますけど、毎回ってわけでもないですからね、言って何が原因なのか。ちょいちょいイラってする発言するよね。そう、僕がですか。いや、あんまり僕はそんなに意図的に発言してるって気はないんですけど、いや、もしね、それでイラッとさせる発言があったっていうのは、いや、それはね、ごめんなさいとしか謝りようがないんですが、まあ別にそんな意識して言ってるわけではないと思いますんで、そういうところがね、僕がリアルにね、多分つまはじきになってる原因かもしれませんが、ヒロイン誰？ねえ、8のヒロインはティスティスでしょ？うん。まあなんかね、約1名、なんかすごいメンヘラな女性が出てきますけど、うん、あれはヒロインじゃないと思います。うん、シュー、ははなんかいますね、うん、あれメインヒロインですか、うん、でもあれね、なんか男っぽい口調だから僕あんまり好きじゃないんですけど、うん、
ああ、いましたね、シューって。うん。以前僕、スパロボやってるからね、どうしてもシューって言われると、あっちのシューの方を思い浮かべるから、えへ、ー、って一緒になっちゃったんですよ。うん。いますよね、そうそう。ね。FF8 でシューって。うん。なっちゃうから嫌なんですよね。あ、ちょっとすいません、ちょっとトイレ行きますんで、ちょっと一旦マイク切ります。少々お待ちください。はい、ダメダメです、ダメって言ったらダメです。ダメです。ダメって言ったらダメです。やっぽまだ帰ってこないか。ああ、はい、すいません、お待たせしました。はい、再開します。はい、70個目さん、はい、いらっしゃいませ。申し訳ないです、うん、ちょっとトイレ行ってました、失礼。いや別にね、トイレ行ってたからってそっちのね運慶ってことじゃないですからね。うん、あらかじめ言っておきますが、手洗いってこいよ。洗いましたよ。シコシコ？違いますよ。そんな四股本4545たった2、3分でできると思うんですか？いくら僕でも。
セルフィのパンにまだ？まだまだわかんないです。どうやったら見れるんでしたっけこのゲーム。ね確か。ねチート使えばねあのライブラでねカメラ縦回転できるとかそういうのは確かねあった気がしましたけど、他にありましたっけ。力ボーナス？レベルアップしたときに力にプラス1のボーナス？いや、これって実はじゃあこれ習得してからレベルアップした方が本当はお得っていうことですよね。まあしょうがない。うん。
今更ですけど、ところでこれってまだ序盤？序盤ですよ、まだね、最初のダンジョン攻略して2番目の、まあ、ダンジョンというか、ね、その拠点に乗り込むところですから、まだまだ序盤ですよこれ、ストーリー的には、
ストーリー的にはそのね、その精鋭部隊のねシードになるためのね、まあその一つ前の報酬の炎の洞窟をクリアして、それで今このねシードの実地試験、まあ本試験を今やってるところって状況ですから話的には全然進んでませんよ。ね、見てくるあれですけどね、序盤だけ見ると本当にただの学園物って感じですから。それじゃあ帝王、仕事行ってくる。あ、はい、どうも、行ってらっしゃい。はい、まあこの枠ももうあと10分ぐらいで終わりますからね。うん、まあ一応この枠終わったら30分休憩挟んだらペルソナのレベル上げもやろうかなとは思っているんですが。ただね、この後ペルソナやったら。ペルソナのレベル上げの夜9時には帰るので、はい、マリオ期待してる。いや、マリオやる余裕ないでしょ、今も。もう枠が埋まってね、やれたらそりゃマリオやってもいいですけど。どうかな、マリオね。しょぼーん。いや、しょぼーんって言われたって。そういえば、マリオもあったな。はい、ね、うん。まあ、いずれね、もうちょっと今ね、やってる枠、どれか消化しないと、マリオやるにもやれませんからね。まあ、もしあれだったら、ね、その、10月は無理でも、11月にね、確か3連休ありますから、まあそこマリオにしてもいいかなと思いますが、まあ本当にその11月までにね、せめて、
ダビスタとペルソナは終わらせたいですよね。もっと言うなら FF8 も終わるかな、どうでしょうね。それぐらい終わらせたいですね。まあ、スパロは終わるかな。スパロ終わってどうするか。まあ、スパロ終わってちょっとどうかね。スパロ終わったら多分リスナーさんは絶対 FF5 やってってなるでしょうし。3連休にやるのはいいけど、それを平日枠に持ってくるのやめろ。はい、いやいや、それは持ってくるっていうか、まあでもね、クリアできなかったら、ね、消化不良ですから、ね、どっか平日で残りの未消化分やるとかってのは、しょうがないじゃないですか。ねえ。まあね、ダブスタに関しては、僕個人がちょっとね、未練があったんで、凱旋門に関しては。まあそれで無理くり平日の枠でね、続きやってるんですが、まだちょっとゴールが見えないって状況ですからね。しょうがなく枠取ってると聞いて。いや、しょうがなく、まあ、ちょっと聞こえは悪いですけど、まあそういうことになっちゃうんですかね。はい、84個目さんいらっしゃい。しょうがなくって別にやりたくないってわけじゃないですかね。僕がね、やりたいからまあやってるわけですけど。せめて土日にするならいいけど、平日は早だ。そうですか。でも土日は土日でね、もう桃鉄とかね、一応スケジュール待ってますからね。まあ今後はちょっとまた枠もそのね、見直さなきゃかもですね。そっかね、土日、確かにね、土日のあれを平日にやられてもね、見れない人も出てくるでしょうし、そっか、ね、やっぱ平日は平日でやって、土日は土日の方が確かにいいですよね。ちょっとその辺もね、見直さなきゃですかね。ただ本当に現状はもうとりあえずどれか終わらせないとって状況ですからね。うわ、そう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 。企画多すぎてやりきれてないやろ、はい、そう、まさにそうなんですよ。企画をねやって、その枠で終わらなくてね、通常枠で残りの分をやってってやってたらね、平日なんかね、枠5つぐらい今ありますからね。もうしかも後が使えてるって状態ですからね、ほんと大変です。まあ10分来たんで、そうそう撤収の準備入ります。はい、まだもうちょっとこれ以上ね、本当に新規枠やらない方がいいと思うんですけど。
てててれいれってれい。はい、どうもゲストさんですか。いらっしゃいませ。はい、もうすぐ、もうちょっと終わっちゃいますけど、はい。今、ファイナルファンタジーのレベル100のレベラーでやってます。8で3人パーティーだっけ？そうですね、うん。ファイナル、そうですね。まあ最近のは知りませんけどね。3人パーティーが、はい。この頃はメインでしたからね。うん、44か、28か16。まあ2時間で、1時間8ですかね。1時間8と考えたあと7時間、うん、やっぱ30時間前後までかかっちゃいますね。うん、そんなもんですね、やっぱり。まあとりあえずここで今日は FF8 のレベラリアこれで終了します。はい、何がレベル100縛りなんすか。何があってレベル100 何があって言われるとあれですけど、まあファイナルファンタジー8はね、プレイヤーのレベルがあればね、敵のモンスターのレベルも上がるんで、うん、まあ相手によっては雑魚は結構ねレベル100になって手強くなったりしますから、うん、まあそういう意味での縛りでやってみようかなって思ったんですが、わこ、あれ、はい、どうしたん、昼も染めたの。いや違います。ちょっと寝るサイクルがちょっと今狂っちゃってね、今この時間でレベル100のねレベラーでやってました。うん、まあ、ただちょっと一つ計算外だったのはね、味方がレベル100になっても、ボスがなんかね、レベルキャップがあるらしいんで、あんまりボスは。レベル100超えても戦闘したらルブ101になるんじゃね。いや、上限はレベル100です。100がマックスです。はい。だから、この枠、これで終わりですけど、一応30分休憩挟んで3時半からペルソナのレベル上げ、またやりますんで、まあそちら、興味ある方、ご覧になってください。とりあえず FF8 はここで終了します。はい、今やってんだから夜に眠い言うなよ。いやー、そスパロボやれや。そうは言ってもスパロボは夜中やってますから、そちらご覧ください。はい、ということで終了します。2時間ご視聴どうもありがとうございます。